明治安田 J1 リーグ第36節サガン鳥栖対横浜 F マリノス戦、今日はなんとマネーフォワードさんのオフィスから観戦します。マリンちゃん、お横浜 F マリノスのオフィシャルパートナーであるマネーフォワード、冠試合マネーフォワードデイをはじめ、さまざまなパートナーシップのアクションをされています。そんなマネーフォワードのオフィスで開催されているマネフォオフィス観戦会、マリサポ約30名とマリンちゃんでマネフォオフィスから駅前不動産スタジアムへ応援を送ります。エイブリちゃんも楽しそうだよね、でもね。久しぶりの久しぶりのボール蹴りとか楽しそう。10分弱で1点取れますかね。前半26分にサガン鳥栖原田渉選手の渾身ミドルで先制され、マリノスは1点を追う展開。いいボール、おー頑張れ。あ、じゃあ言いますよ。もうマリサポはジャンの虜になってる、そうですね。見てて楽しい。じゃあ楽しいですよね。楽しいですよね。川崎戦だっけ、アウェーのすごかったよね。小池龍太選手が絶妙なスルーパスを出し、抜け出したのは西村拓真選手。前半のうちに追いついた横浜 F マリノス、マネーフォワードの金井さんとマリンちゃんとハイタッチ。オフィスが拍手とハイタッチで溢れます。よしよしよし。マリンちゃんもらいました。マリンちゃんいる。ドロー。かわいい。おお。あらいい。知り合いたくさんいるね。そうですよね。そうですよね。でかい。もう水沼さん見たくてしょうがないんでしょ。ね、そうだよね。だって絶対いい一本あげると思う。いや、そうだね、一本あげそうだね。この間の ACL もいいのあげてましたね。いや、そうですね。変わって早々だった、うん、ね。いいボールなんだよな。
おー、すーげえ。でもちょっとイクラと優勝したいよな。したいっすね。よし、これやってるの。縦に走り込んだ井上健太選手のパスを受けて巧みなクロスを上げたのは天野純選手、合わせたのはアンデルソン・ロペス選手。リーグ20得点目、今年も得点を取ってほしい。素晴らしい。J1 リーグ第36節、サガン鳥栖対横浜 F ・マリノス戦、横浜 F ・マリノスは1対2で勝ちました。嬉しい。そして他会場の結果によってマリノスの J1 残留が決まりました。勝ったことも嬉しいし、残留もとても安心しました。本当に良かった。そして何よりマネーフォワードさんのオフィスでマリサポの皆さん、マネーフォワードの社員さんでありマリサポの皆さん、そしてマリンちゃんと一緒に観戦できたことが本当に楽しかったです。ゲストとしてご招待いただいて、本当に僭越ながら冒頭にご挨拶をさせていただいたりして、で同じ机になったマリサポの方と仲良くなったり、顔見知りのマリサポの方とおしゃべりしたりしながら応援をすることができて本当に楽しかったです。映るかな、上手に映るかな。なんとアウェイユニフォームにマリンちゃんにサインをいただきました。上手に映ってる。とっても嬉しいです。実は私今年で10年目、マリノスを応援するようになって10年目だけど、選手それからマリノスのクラブの関係者の方に直接目の前でサインをもらったことが初めてで、ドキドキしました。すごい嬉しかった。そしてたくさんお土産もいただきました。お土産、今シーズンはなかなか
辛い時期もあったけど、でもこうやって応援し続けることができて嬉しいなって思います。やっぱり10年応援してる中でもいい時もあったり苦しい時もあったり、悔しい時もあって嬉しい時もあるっていうのが、それが応援させてもらう、サポートさせてもらう私の幸せだなって思って、今シーズンも変わらず応援してきました。また次は岩田戦にアウェイ観戦しに行きます。それではまた皆さんスタジアムでお会いしましょう。ありがとうございました。